はい、こんにちは、ジャンボです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということで、新しい選手来ましたよ。変幻自在のトラップ、凪誠志郎ということで、2人目の凪来ましたね。高い成長率、専用スキル獲得、時期にスキル獲得と、まあこの辺はデフォルトになってきたのかなというような感じですね。まあちょっと見てみましょうか。でね、ちょっとね、今ね、ジェムがね、11連回せる分がないので、まあ無料分ね、スーパーチャンス入ってあら追撃したいかなというのも含めて、ちょっと、今すぐ無料分引くかどうか迷ってるんですが、まあちょっとね、新キャラだけチェックしていきたいかなと思います。ということでね、見ていきましょう。はい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 。まあまあまあ、ブーストがね、強化されてますよという説明がまずありますね。そしてだ、ここからかな、新選手詳細。トラップの天才進化を遂げて登場ということで、進化する天才、凪誠志郎ね。ブラックホールオーバーヘッド。おー、緑赤黒。なんだこれ。なるほど、金カードすらないと。で、ブルーロックマンシュート練習とドリブルの、緑を、持っていますよと。で、レベル100になったら、赤黒のドリブルトレーニングつきますよということですね。はい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 。ちょっと詳細見ましょうか。初期でテクニックとキックが、1000超えてますね。そして成長率は、テクニックとキック45-45で残りが 7% という形ですね。で、初期キック200、初期キックアップ200と、練習時のテクニックアップ、キックアップ、それぞれ 20%、30%、スキルレベルアップが4、レクチャー率アップ 50%、スペシャル練習率アップ 50%、そして固有が、練習ボーナス 15% と、キック固定ボーナス 20% か。なるほどね。はい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 。で、シュート上手、フォワード適正丸、ビギとトラップ上手という形ですね。なるほどなるほど。はい、そしてだ、緑の演習カード2つ所持、緑の演習カード初めて2つ持ち、エクストラアウェイクニング時で、コンディションを減らさずに練習ができるメリットを最大限に活かせますよと。で、成長率が 80% 超え、ステータスが伸びやすいですと。まあ、80% 超えというか、45-45 の、7が4つだから、あれ ?100% 超えてんのか。ああ、でもあれか、レベルマックスになったらこの数値だから、実際にはあれなのかな ?5%5% の、45のとこがどれぐらいかなというような感じですかね。金スキル転生、獲得可能と、自身のポジションがフォワードの時スキルが発動すると、パスを受けた後一定時間自身のキックとテクニック上昇し、さらにシュートと突破の成功率を上げる凪ならではのスキルだよと。はあ、なるほど。育成選手の場合は専用スキル獲得時に、獲得できますと。で、サポート選手の場合は特定のサポートイベントで獲得できますということなので、まあ、サポで使った時もこの転生っていうのは付けられるよと。で、専用スキル、ブラックホールオーバーヘッド、全吸収月面、高襲撃。効果がスキル発動時のシュートに限り、相手チームのシュートブロック率、発動率を下げ、自身のシュート成功率を上げる。さらに敵の相手、チーム全員の賢さを下げますよと。なるほど、なるほど。バローのスキルに似てるかな。はい、はい、はい、はい。で、初回無料だよという形ですね。OK。で、なんか他にもいろいろお知らせ来てますね。まずはあれか、リンちゃんイベント、結果発表ですね。最終結果として、レアプロフィールアイコンは87,618。まあ、こちらは届かないんで、ちょっと諦めてたんですが、レア称号ですね。21,163 か。テクニック、賢さ、キックの合計値で、21,163 を超えていたら、報酬ゲットですね。OK, OK. 俺の場合、25,253 だったので、無事、クリアですね。で、これに関しては、ランクインする育成完了選手は1プレイヤーにつき1人のみ、また対象となる選手は一番戦力の高い選手となりますということで、まあ一応ね、初期の頃に育てた、全体的に強くしてしまった、凪じゃない。りんちゃんに関しては、移籍して、まあちょっとね、総合力としては落ちるけど、テクニック、賢さ、キックをしっかり伸ばしたりんちゃんを一番ね、強い、状態にしておいたので、これはね、レア称号はゲットできたんじゃないかなと思います。という感じかな。はい、そしてだ。
まあ、囲いべの、もう一度始まったよというのとか、まあ、常設のね、ピックアップガチャの中身、またね、切り替わっているということですね。で、なぎせしろミッションとかもありますよと、記念パックと超ブーストキャンペーンの更新と、コンテンツ更新のお知らせ。あ、これは？あ、はい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 。常設のピックアップガチャにロッキーが加わったよというお知らせっぽいですね。なるほど。で、強化レベルに応じてプレゼント、そうか、ナギであれかな。変幻自在のトラップナギの登場を記念して、好奇心という名の衝動ナギのレベルに応じて、まあ、素材の変換がありますよということで、俺はね、ナギレベル80なので、ステーキ1個、カレー10個、餃子126個、サラダ252、納豆632、ブルーロックコインが63200と、これ還元がありますよということですね。あ、プレゼントは7月14日、3時投入店のミッションから受け取ってね、ということですね。そして、あ、初期なぎの情報修正。これ嬉しい。レベル80になってるからね。あ、初期キックが14から29にアップ。さらに、レベル1のトレーニングメニューに赤のドリブルトレーニングを追加。あ、なるほど。あ、これ結構強化だな。あ、これ初期なぎ80をサポートでは使って育成用に、新なぎ取りたいかな、みたいな感じですかね。はい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 。新たに練習メニューカードが追加されますが、スペシャル練習の合計発生率は練習カード、1枚の場合と同等になりますと。はいはいはい。まあまあまあ、そこは一緒ですね、他と。で、総額最大 6.9 億、ブルージェム山分けキャンペーン。こちらは、獲得した山分けメダルの数に応じてブルージェム、山分けできますよと。はいはいはい。まあ、ミッションでメダルが手に入ると。で、そのメダルの数に応じてブルージェム、山分けしますよということみたいですね。ほー。まあ、これに関しては、イベントね、しっかりやっていって、みんなで、山分けメダルね、たくさん獲得しましょうということかな。はい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 。OK, OK。まあ、この辺は後で見てやっておきましょう。そして、次は3連休、スペシャルパックっていうのがあるよと。さらに、超還元祭っていうのが来てますね。で、さっき見たナギの、新ナギのガチャと、お、超還元祭セレクトガチャ。あ、これ初回無料だ。ってことはこっちも初回無料あるね。オッケーオッケーオッケー。いろいろあるじゃん。あ、超還元祭出てきた。はー、なるほど。そうすると、今、無料ガチャが、ナギの初回無料と、超還元祭の初回無料と、超還元祭、サポカの初回無料。11段が3つ引けますね、これ。やったぜ。あ、じゃあこれちょっとまとめて無料引こうか、後で。で、ちょっとナギは多分ね、無料で引けるかっていうと怪しいのと、本体だけでもちょっと欲しいので、追撃できるだけのジェムが溜まってから引くか、どうすかな、ちょっと迷うね、これ。はいはいはい、なるほどね。で、超還元祭に関してはピックアップを4種類選んでっていうタイプかな。はいはいはい、オッケーオッケー。そしたらね、どうすかな、ちょっと待ってね。まずはまあいろいろプレゼント来てるので受け取って、あとミッションですね。ミッションに関してはこれ、あのナギの変換分ですね。オッケーオッケー。そしてだ、まあ、じゃあちょっと古い方のナギ、情報修正あったというのの確認しましょうか。はい、まあ、イメトレに加えて赤鳥が加わりましたよということがまず一つと、あとあれか、成長率か。成長率のキックが、増えましたよと、19% から 35% に上がりましたよということでしたね。なるほどなるほど。
36%、35%っていうのは捕獲キャラと比べるとどんなもんなんだ。ストイサよりは強いね。ああ、まあまあまあ、最新キャラには、最新キャラっていうか、はい、比較的新しい、全部 5% ついてるキャラには劣るけど、ぐらいの感じか。そうね。まあ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 、結構上がったのかな。そうだね。他のキャラに比べた時にも、高いっすね。っていうか、リンちゃんこう見るとしょぼいな。11、13、11か。なるほど、なるほど。そうだね。まあ、ホンダとタメぐらいじゃないの、これ。だって、あれでしょ5%が4つで20でしょ。で、27だから、54、77% だから、ホンダの成長率 77% に対して、ナギの成長率が、71% だから、まあ、それぐらいなら誤差だよねって、思えなくはないからね。っていうか、まあ、2箇所に集中してる分、こっちの方が強いまである。ってことで、まあ、ちょっとね、旧ナギもかなり情報修正された感じはあるので、嬉しいかな、というのもありますね。あ、なんか思ったよりいろいろ来たね、お知らせ。なんか、新しいナギのね、強さを確認して、ちょっと無料引くかはまだ迷ってま、すぐに引くかはまだ迷ってるよっていう話をね、しようかと思ってたぐらいだったんですが、まあ他にもね、ちょっといろいろとお知らせがあったので、まあ、ちょうどよかったかな。ちょうどよかったっつうのもあれだけど。まあ一応一番強いリンちゃんの捨てでも確認して一旦終了しようかなと思います。ということでね、一ちゃん強いリンちゃんこれですね。テクニック賢さキック。まあ合計すると25,253ということで、レア称号くんの楽しみだなーっていうとこですね。よし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 。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ね、無料ガチャが一応3種類、それぞれあるので、まあ、これはこれでね、また別動画で、引きたいかな、と、思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。